今日は散々だったわ。祝杯じゃなくて焼け酒になるわよ。きついの頼むわ。かなりご機嫌斜めだな。だって茨女よ。確かに茨女ってのはひどかったけど、そのおかげであの場を乗り切れたんだしさ。なんと言われようと、バースデーケーキのろうそくを多く立てられた気分なの。なんだそれ。許せないってこと。そこの男たちの会話聞いてくれる？怪盗ローズが予告状を出したのか？ま、いろいろあるのさ。何も言わなくてもいいよ。もう名パートナーね。情報によると、この部屋のどこかに。大地に埋もれし強靭な肉体、魂なき汝に仮初めの命を与えん。今こそ蘇りて我が命に従え、いでよゴーレム。ゴーレム、警備兵を抑えて。乙女の祈りはどこ？このナイフ、よく切れるわよ。これね。ただの本じゃないか。本のページを切り抜いて入ってると思うわ。ほらね。
本当だ。よくこの本だってわかったな。子爵は予告状をもらって隠し場所を変えたと聞いたわ。つまり急いでたってことよね。急いで本棚に隠すとしたらこの方法がベターだし、子爵は禁断の魔術の研究をしてる。そんな子爵が魔術の本を切り抜くはずがない。で、魔術関係以外の本で宝石が入るのは。この本だけってことか。ご名答。これ偽物よ。やってくれるじゃない。敵を騙すなら味方からか。屋敷の使用人から仕入れた情報でここにあるって聞いたけど。どうやらガセネタをつかまされたようね。それじゃあどうするんだよ。目には目を、歯には歯を、嘘には嘘よ。乙女の祈りの方に火の手があって危機迫った感じで叫んでくれる？このナイフ、よく切れるって言わなかった？さあ、子爵がお宝まで案内してくれるわよ。磁石がいなくなったらいただくわよ。ああ、厄介そうなのが出てきたわね。どうしようかしら。
んか余裕だな。そんなことないわ。幼なじみの結婚を聞いた時みたいよ。どういうことだ。かなり焦ってるのよ。今日はいろんな意味で驚いたわね。驚いたというより危なかったよ。こういうこと、もうやめた方がいいんじゃないか。どうして？いつ捕まるかわからないし、今日みたいに予想外の戦いだってある。単独で盗みに入る時だってあるんだろう。一人でやるなんて危険すぎるよ。心配してくれるのね。当たり前だろ。だって仲間じゃないか。そう言うんでしょ。そうね、それが仲間なのよね。でも私は今までお前なら一人でも大丈夫だ、お前は強い女だって言われてきた。誰も私の心配をしなかった。それを信頼されてると思っていたけど違うのよね。ルビー、お前は俺がいなくても大丈夫、一人でも大丈夫だってよく男が別れのセリフで使うけど、どんな時でも一人で大丈夫な人っているのかしら。変な話をしちゃったわね。気を取り直して飲みましょう。ごめん、ちょっと用事ができたわ。すぐ戻るから待ってて。ああ、そうだが。待て、まずはあんたが誰だか教えてくれ。で、頼みたい仕事ってのは？
いや、俺は。なんだと？わかったな。お待たせ。今夜盗みに入るんだろう。知ってるなら話が早いわ。夜にここで待ち合わせ、いいわね？ちょっと待ってくれ。あら、ダメなの？何か用事でも？あ、そうじゃないんだ。だったら来てちょうだい。今回は一人じゃ無理みたいだから。じゃあ、私はやることがあるから。あ、まっ。ルビー、実は。悪いけど話は後。思ってた以上に警備が厳しくて、忍び込める時間は限られてるの。早く。あとは逃げるだけね。急ぐわよ。何ぼやっとしてるの。もうじき警備兵の交代時間なの。早くしないと見つかるわ。ちょっと、どうしたっていうのよ。まずいことになったわね。俺は。どういうこと？ねえ、君が貴族の味方だなんて嘘でしょ？嘘だと言ってよ！こんなことって。俺は今からあんたらの敵だ。分かってるさ。
関係ねえよ。俺はな、たとえ全てを敵に回そうが、他の何かを失おうが、彼女を守りたいんだ。そんなことは百も承知さ。だけどよ、だからって大切な人を見捨てたくはないんだよ。あんた一人になっちまったな。それでもやるのか？決して譲れないもの、あんたにだってあるだろう。それなんだよ。どうしたの？なんだか暗いわよ。また盗みに入るのか？そうよ。でも今回は一人でも大丈夫だから。もう一人で盗みに入るなんて危険なことはやめてくれ。もし捕まったらと思うと。
ねえ、どっちが真実の瞳を手に入れるか勝負しない？私が勝ったらもうそんなことは言わないで。君が勝ったらその願いを受け入れる。これでどうかしら。わかった。その勝負を受ける。対等な条件で勝負したいから、知ってる情報は全てあげるわ。それと勝負開始は日没後。勝敗は明日になった時点で宝石を持ってた方が勝ち。いいわね。わかった。我が姿を真似し惑わしかげろ。見る者に虚という名の夢を与えん。ミラージュ。真実の瞳は取らせてもらったよ。そうみたいね。もうじき今日が終わる。俺の勝ちだな、ルビー。約束は守ってもらうよ。私の行動を読んで最初からここで待ち伏せてたのね。ああ、トラップのこととかはよく知らないけど、ルビーのことならよく知ってるからな。ルビーがどうやって逃げるか、どうやって忍び込むか、俺にはよくわかるんだ。だからトラップをクリアして宝を取るのは無理でも、ルビーから取ることはできると思った。乾杯ね。ルビー、一人で盗みに入るなんて危険なことはもうしないでくれ。しないでと言われてももうできないわよ。だってこんなに私のことを分かってくれる人が心から心配しているんだもの。ルビー、私も盗んでみない？